ボインボインボイン,ボイン,ボインおあちょっと待ってなんか見えた見えた見えたおいお前おったぞお前何もかかわずってる気配がするってちらっと映ったお前えあここももうみ,みんなが聞いてるのかへえさっきまでおらんかったのにな どうしたどうした目くれるの目くれたこんなプレゼントハロウィンでもしてくれないよこんなグロデスクだイースターイースター私はイースター赤い髪の毛の持ち主は誰だったっけなどんな黒赤い髪の毛でどえたぶん赤い目のやつじゃん赤い目のやつ赤い目のやつはどの髪の毛のやつだったっけちょっと確認しよう ええと、どこで確認するんだったこっちだ。こっちだよ。ええー、と、赤い髪の毛。じゃ、赤い目の人だ。赤い瞳は銀色。銀色だな。そういえばまだ目つけてなかったわ。こっちの部屋。こいつか。もうそういえばまだ目をつけてなかったね、君。はい。あげる。あ、開いちゃった。<laughs> 開けてくれたわ。やったぜ。 こっちにもとっていいぞよってね。いいぞよって。あ今の音なの ?4 つの音のうち3つ目って今の音だったん。あと暗いな、おい。<laughs> 全然心こもってない日やな、お前 <laughs>。どうしたんその灯火は何を意味してるのでしょうな、これ。こんなえちょっとリメイクまでなかったし。暗っ おい、前は冒頭、問いに答えろ。はい、わかりました。すみません。あ、喋り続けてすみません。あ、あ、ちょっと横に振っちゃった。問いに答えろ。はい、わかりました。よしたゃん何を捨てようとしたのは捨てようとしたのはちょっと待って。集合がないっすよ。クエスチョン 何々を捨てようとしたのは、クエスチョン当てな感じになってる。お、俺、推理で。ごめんなさい。後ろから見ても何もないですよね。当たり前ですよね。要は前から見ないと。捨てようとしたのは、二択なんじゃ何をなんだ。何をだよ、お前。そんなクイズ番組あるか、お前。問題文を全部教えてくれないクイズ番組だいう答える前に出ていくなって感じになってる。<laughs> デスゲーム、二択じゃ。二択になってるわ、お前。 捨てようとしたのはお,お父さんとお母さん娘を捨てようとしたのはみたいな感じになってるお父さんです答えるから出て行かせてくださいあれちょっと待ってえ <laughs> え正解だから出れるとか不正だから死ぬとかどっちでもないん どっちでもないんすかお、俺、イエスマンやけん、両方ともにうなずいとこう。俺、イエスマンやけん、両方ともにうなずいとこわ、俺は。何々を見ていなかったのはん何の話をしてるんだろう。あこれ、日記の話かもしかして。エレンの、魔女エレンのお父さんとお母さんはどういう行動を示したかみたいな話,話じゃない何々を愛していたのは なんか適当にやってる両方とも愛してないってことは両方とも首を振ればいいんかなちゃうの <laughs> うなずいてこ俺イエスマンやけんイエスマンやけん俺うなずいてばっかりしとくわ俺はあえらい不思議方してるねわいわいなんかイエスマンシステムをしたらイエスマンシステムをしたらなんかどんどん血がついてるぞうほほイエスマン私はイエスマン ユースマンだぜあハハユースマンだぜどうしたんボクだろ最後のトイで。えちょっと。<laughs> 適当にやりすぎて残っちゃわからないやけど。<laughs> ね黒猫どうしてできたん今なぜチラッて出てきたお前 <laughs> そうか。もうネタバレしたらさ、あの猫って実は。 魔女に魔法のエレンに魔法の力を与えたんが確か黒猫だったと思うよね。売らせてていいか、そんなんで。<laughs> だから、連れてきたのも、みたいな感じで、ね。問いかけてる私は誰か病気の少女です。違うのあ、でもめくれた原因や。 やったぜ、めくれたわ。それでいいんだ。目が手に入れば十分。目が手に入れば十分やけど、なんで手に入ったか分からんのよな、私。なぜ手に入ったのかわからないのよね。適当にやりすぎて。手に入ってやったもんは仕方ありませんが、どこにつければいいのかっていう考えでは、ここが関係してるかなと思ったらそうではないらしい。ええー、けどさ、これも緑の目手に入れたからってさ、 金髪も女の子がおるわけでもないしなんか新しいもんが増えとるわけでもないしこう目玉になんか使うんかなとかいうことも考えたけどお勝たせるあ入っていった鏡の中の自分は消えてしまった鏡写しに見るだから何だというのだあれ 4人の目を取り戻しました。あ、音関係なくなって。うーおー、グロいな、あんた。ごめんな。俺がやったみたいな感じになってる。ごめんな。前回の最後に開いたるうところを通ったら、こんなところ。そうそうそう。この豚の、豚の女神って言ったらあかんな。<laughs> 豚の指輪を与えて、この女神にありがとうって言ってもらうところやな、これ、確か。女性の像がすすり泣いている。 私の指輪、どこにもないの。マヨネーズつけて食ったんじゃないの。というわけで、指輪を。うおおえどうした赤み終わったよ。前回でも言ったけど、このゲームはレ邦ンボーシックス地域じゃないんだよ。入った。普通には入っちゃったけど。とある病気の、このあったっけ人間の友達が欲しい人間以外の友達おるみたいな感じのこで言うんじゃないよ、お前。 お醜い笑顔をかぶっていたのこんな日いあったっけリメイク前ってこの辺読んでないしこういう <laughs> スレッジかここを突き破るとかスレッジかお前でかいでかいハンマー持ってるやつかお前怖いなこんな君かあったっけって影かかっとる もうちょいなんか調べれるところ増えとんかななんななんだなんなんなんなだんん…何すか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 あ、そうかピアノがバーンなるんだったそうだったピアノがバーンっていうかピアノ自体はバーンなってないなこれ。<laughs> ピアノは無傷どっちかって言ったらこの周りの周りの観客がおったところがやられたぞどうしたんだろうピアノの演奏会場でテロでも来たんだろうが怖いわー怖いわー覗いてみよう アインに沿い込んだけどさこれで普通に即死するかこのゲームなんやけどな、大丈夫だったんだろうか出てきたえセーブしたい新しいところ行けるようになったらとりあえずセーブしておかなかったら大きな音がしたいねーおばあさんみたいなのんきなおばあさんみたいなこと言うんじゃないよお前 <laughs> 大きな音がしてましたねおじいさんそうじゃあの近くでテロでも起きたんかのうのんきかテロが起きたんだったらのんきかお前 なんか嫌な音してますね。グツグツ煮込みハンバーグみたいな音してる。ああ、よかった。ハンバーグ煮込んどるわけよ。なかった。あうおんうおんうん。そうか、晩餐中だったんだね。ごめんなさいね。晩餐中に。上の方でテロが起きたみたいでね。ね。うん、グツグツ煮込みハンバーグ グツグツ煮込んだおいしいハンバーグハンバーグ作りよったかなあ,あまだなんか煮込んでるこの時期だから多分鍋とかだろうなおでんとかだろうなおいしいんだ勝手に止めたごめんな勝手に止めたわ <laughs> の許可もなく勝手に止めたわグツグツ煮込んでたからそ,そろそろ止めといた方がいいと思うどうしたんあそうじゃこの先でお箸を手に入れるんだったな待てよ お,さお箸で何を掴むんだったっけこの中に何かあってみたいな感じだったっけな匂いかごか。いい匂いするんかな変な匂いかい。<laughs> 失敗したなあいつ。さては失敗してな。煮込む時間間違いだな。<laughs> 失敗作だぜ。家庭科だったら。新評価だぞお前。それだれ金属製。煮込んだら煮込むほどうまいって言うけど煮込みすぎなんだよお前。 開けていいんかないやめてよ。<laughs> スープの時も開けた瞬間、ドビャーって虫出てきたけんな。そういう系統のものがあるんじゃないかなって思ったけど、普通でしたね。<laughs> あたかも普通に開けましたね。<laughs> 魔女の家としてはちょっと、となんか、拍子抜けするぐらいに簡単にでしたね。探ろう。ここで死ぬんかなさすがに。ここで死ぬあどうあ。触れないってことがちゃんと見えてわかるんやな。偉いぞ。でもだからこそ橋がいるからこっちに行きよったんな。 前回は。この辺は一緒やな、なんか。で、この辺に確か、何者か何者かはおらんかったぞ、お前。何者かはおらんかったぞ。骸骨に、橋が刺さっとったはずなんやけど。はい。誰お前。え、情緒不安定情緒不安定な人だった。<laughs> 若干、頭の中サイコパス寄りの人が出てきとった <laughs> わっ 階段を置いてくるやつは知っとる。階段を置いてくるやつは前にもあった。やべ、隠れろ。隠れろったって隠れるとこないですよね。あと時間が少なすぎませんか隠れれるー無理そうだ。無理とか言わないでやってみてうわぁお前だったん前にも出てきたな、お前。<ー>さっきちょっと調べとこう。この辺。この辺にがあるかとか。山。 手首から先がない。うわ嫌いてるめっちゃ手首集めとるよ、あいつはコレクションからのごとく手首集めとんじゃんかどの辺りが隠れ,れる場所なんかっていうのが重要であって、それともここから出ていくのが正解なのか。そんなことないと思うんやけどな。ちょっとこの辺かな。さっきここにとっさに入ろうとしたんやけどダメだったけど、こっちの山の束かな。似たようなもんやろ 右が入れるなら左も入れるわって感じがするけどな。とりあえずこの異常発症者、異常発症者っていうかな。が、なんかサイレンの、ちょっと、防犯ブザー的なや、ね、ー役割になって、こうドア開けられて。こっちのヤマは大丈夫かなこっち無理なの無理なの無理とか言わないでウヘイプラン B。プラン B。 急いで,でたら大丈夫な説あらまーですよねまあそうだろうねプランシーもう一回話しかける話しかけらん意外とこの近くとか大丈夫かなダメですどっかダメな大丈夫なところがあるはずダメでしたー もしかしてなんか、このフロアのどっかに、対策用のアイテムが、出てきとるとか、そういう話なんだろうかな。うわあ <noise> あ、ここいけるんじゃ。あ、ここだったらいけるんじゃ。間に合ったー。なんでここだけで、どうしたんうわ なんかすごい音聞こえてきたけど見えない何かが叫んだ何見えない何かうるさいっていう感じでいあ気になるー気になるーおったでもこれよう考えたらさ出て行く時の足音聞こえてないもんなそうじゃろうなレインボーシックスシーズでもさ足音とかで敵がおるかおらんかとかいう判断できるもんなまだレインボーシックスシーズの話なんで好きだからってお前 レンボー,シックスチーズ g 知らん人にとっては何のこっちゃ分からんだろうけど出ない <laughs> 今のに関しては何の音だった今何かしてるあっ足音足音出てったー <laughs> さっきの何の音だったんだろう気になるもう出ていいんだろうけどあえて出ない方向見てみよう そんなもはいか休憩,休憩休憩休憩オッケー出るわ <laughs> <laughs> お前ここにいたのかみたいな感じでいきなり顔が出てきたりせんかなってちょっと外に勇に対したそれ勇気に対したおっと肋骨か前回と同じく肋骨に橋があるんやなオッケーうわっ ってことは、この、肋骨、しがさっる肋骨のやつ、さっき殺されたばっかなん血まみれてあるやん。肌から出てきたばかりの血ってことやん。またあったかいんじゃん。黒く粘ばついて血だよ、それ。血黒く、黒い血やけん。静脈血ってやつや、それ。静脈血ってやつんあれ。心臓から出てきたばっかりの血ってやつじゃ。あの、心臓のいらんもんとかがたくさん混ざった方の血。 確かそういうのをさ、なんか保健体育の授業になられた気がするわ。そういう静脈血ってのがあるんだ動脈血と静脈血ってのがあるんだよ。みんな知っとる動脈血っていうのがあの血に運ばれる方の血であって、あ、血,の血に運ばれる方ってなんやねん。心臓に運ばれる方の血が動脈血で、えーっと、心臓でなんかいろいろエネルギー供給していらんもんを持って心臓から出てくるのが静脈血なのよ。間違えた。えーっと、これ。 探るで、多分指輪が出てくるんよな、これ。指輪。はい、出てきました、指輪。そして、ジェイソンさんが、見ておりますね、ジェイソンさん。で、ここを出ようとしたら、開かない。なぜ開かないかと言うら、使ったものは元の場所へ。多分これは元の場所へなんだろうな。 使ったもじゃあげます、そういうプレゼント精神ではないからね、たぶんでね、えーとですね、できればセーブしたいんですけどね、黒猫が遠いんでね、あえてセーブしずに行くんですけど、あれえっ、ー、と、こうか。戻す。で、どこにって聞かれるんやけど、これは、肋骨。ちゃんと申したよ。オッケー。カタカタって言うんやけど、これはね、見せかけ。名もないよ。 これはなリメイク前もあったからね、問題ないも分かっております。そして、ジェイソンはいなくなった。そうですよ。使ったものはもとへ場所を返しましょうって言うので、まあ、ルールですからね、分かって。お黒猫くんセーブしたかったところじゃな切っちゃった。僕って優しいだろ自分から優しいアピールするやつって俺はあんま好きじゃないよな。自分のこと優しいアピールとか、そういうのは好きじゃない。おお、来たそうゃ、そういうのあったわ。階段を置いてくる感じ。階段ってどこの階段 わーん、わーん、おおそこやーばーいやばいっとろやばいったろうわ逃げ道下の入り口か。ここか。開かない開かないよ開かないでー机机の中に隠れる机の下に隠れるここ。ここ。 ここあっえっえ,なんでえそういう感じそういう感じああなんでこいつの時は床崩れんの机の上に落ちのぼるっていうアクロバティックな動きするなヴューラちゃん。あと音聞こえたときちょっと音の方向に顔向けじゃない今ちょっと細かい細かいわやっぱ <laughs> えーっとこっから登ったなあれこの辺か。でどっからをいるんどっからをいるんこれああ いけーいけーいけいけえー、間に合い間に合ってないのー、今はー間に合ったーああ。つか、今回さ、あいつん、<laughs> あいつにどんだけ支えるんやん、お前。ビオラちゃんのこと大好きなのに、この下イくロエ愛してるの やだな。確かに私、おっぱい大きいし、走ったら胸揺れるし、美人だし、モテる要素たくさんあるけど。だからってさ、刺さなくてもいいじゃん。つけてあげます。ありがとうだろありがとう。これは、どうしたありがとう。そうそうそう、ありがとうですね。ありがたいだろ。これ手に入れてくるのに何回死んだと思っとる支えたんだぞ、変質者に。 オッケー。あらまぁグロちょっとバイオハザードの序盤のあのレーザーにやられたみたいな感じにるパックリパックリ上半身と下半身が分かれてるこの回もできました皆さん <laughs> うわ <laughs> こいつに殺された時来るんじゃんお前